今日無理そう。 OK、 また作文勉強しましょう。あー、こちらですね、ピティリブカチートマダゲートペカスレイゲートのペカスレイ忘れました。なるほど、覚えつけましょうね。ពិធីរៀបការជាធម្មតាគេធ្វើនៅផ្ទះខាងស្រីអូខេហើយខ្ញុំនិយាយមកសិនពិធីរៀបការ結婚式結婚式はជាធម្មតា普通គេはねえ田んぼで人たちね田んぼ人たちはធ្វើនៅផ្ទះខាងស្រីធ្វើは動詞あするしますなるプテハンスライなるは場所の名詞と使う言葉だよね。プテハンスライは直線の家の親の家の方でしますという意味です。だから結婚式は普通直線の親の家でしますという意味ですね。そう、次がオッケー、ね、だいみんるい、ね、合わせ、ね、がこれです。ね、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 だいみんるいお金持ち、ね、だいみんるいがお金持ちという意味です。ね、だいみんるい、けっとなるはん。お金が持ってる人は、お金が持ってる人は、けはお金が持ってる人が、お持ち、お金持ち。お金持ちは、OK、今回は、けはこれです。お金持ちのことです。お金持ちは、けっぷぬはん。ぷぬはん。ぷはするね。はんは。はんはお店。結婚式場ですね。お店のこと。はんはお店と結婚式場。ね、そうね。という意味ですね。はん、はん、ね。お金持ちは、お店で結婚式場でしますという意味です。Okay、次が、なるとてかんカンボジアで、ね、だい、ね、だい、まお、ちょうろん、びきか、びきか、くみんちゃらな。OK、早めにします。ね、だい、まお、ちょうろん。OK。ねえ、まあ、人、だい、まお。OK、まお、ちょうろん。まお、ちょうろん。ちょうろんは、参加します。参加する。違うな。そう、当たりますね。参加する。結婚式。君もこうか。結婚式で探す人。結婚式で探す人。ね、だいまお、ちょうろん、ぴきか。結婚式で探す人は、く、OK、みんちゃな、とても多いという。みんちゃな、とても多いという意味ですね。そう。結婚式で探す人はとても多いです。もちろん、カンボジアね、知り合い人が多いからね。だから結婚の時にたくさん来るよ。たくさん来ますよ。どのくらいいると思いますか？じゃあ、ここに答えますので。チートマダ普通、チートマダ普通というね、マオチョウロム、探すという意味です。プラムロイ、ね、500人。プラムロイ、ね、500人という、普通は500人いますという意味です。そんな感じで、お金持ちが、偉い人だったら2000人、3000人くらいいるよ。お金持ちだと1000人くらい。普通は500人。多いでしょう。OK、じゃあ一緒に発音を練習しましょう。ピティリエプカチートマダケプヌプテカンスレイネダマオ
អអ្នកដែលមានលុយគេធ្វើនៅហាងនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលមកចូលរួមពិធីរៀបការគឺមានច្រើនណាស់ជាធម្មតាមកចូលរួម500អ្នកហើយអស្ចារ្យសម្បត្តិស្មាតតាឆ្នៃឲ្យមកចូលបាយ